さあ始まりましたチープチャンネルでございます。本日の試合はですね、平田ブルーノさん解説で来てもらってます。はい、はい、どうぞ。はい、1番白、2番サイト、スタート時、4番脇、はい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 、イモロ、先生、スタート、はい、柏木です。ということで試合開始でございます。1番白。あ、それは一番バッターね、まあ、練習なしの、そうですね、半年ぶりの試合だったということでね、そうだね、なんかカチカチな感じはあるね、はい、始まったばかり。そう思うとあれですね、チープはそうですね、半年休んで半年で試合をするっていうね、まあそれがいいんじゃないかな。なるほど、時元がさすがですね。ああ、やっぱりね、衰えない男だね。そうですね、彼はセンスマンですが、お腹出てるけど、お腹 出がちですが、やっぱね、はい、ちゃんと打ってくる。で今日は4番に青木が座ってますね、うん、ああでもこの子はまあ安定的じゃないかな。そうです、安定なんですよ。ただね、ここは空振りの三振、 あのねピッチャーのフォークが良かったです。フォークボーラー、フォークボーラーなんですよ。元プロの子ですね。元プロ、そうです、誰、ヤクルトの川上くんかな。おお、そうで良かったですよ。一応ヤクルトファンだからね。あ、そうなんですか、うん、でピッチャーはですね、佐藤翔太が来たか、はい、来ましたね。早速かもられてるんじゃないか。いや、これはちゃんとセンターフライに抑えております。さすがだな。そうですね、これも頭を越せない、越せないです、越させないか、越させないですね。今日はピッチャーが佐藤しかいなかったんで、佐藤が一人、頭からケツまでですね。今シーズンはどうなるんでしょう。今シーズンはちょっとね、こうご期待でお願いいたします。行きましょう。そうですね、はい、そしたらまた外野もう、これも外野フライに抑えますっていう感じです。なんかさ、ちょっとカメラの角度がね、こうカメラはね、もうちょっとバックネット裏できないかな。ごめんなさい、言い訳していいですか。あ、いいよいいよ。 A 面 B 面なんで、あ、はいはい、そうセンターから取りたかったんですけど、あ、わかります、そうか、 A 面 B 面なんで、そう、あ、試合の邪魔になっちゃうと、そういけなかったんですよ。なるほど、はい、今年のチープはですね、キャッチャー、5人ぐらい入ったじゃないですか。そうそうそう、実は、ね、ピッチャーも3人ぐらい。おお、あまり期待していいのかな。まあそこはね、はい、ちょっとドキドキにかけようということです。で、2回で、ここでチープ見せ場が入ります。わお、はい、ツーアウトランナー1塁で、こいつ知らんぞ、イームロです。あ、イームロか。あ、はい、影薄いな。ずっといました、はい、で、これはタイムリーになりそうなんですが、ここでクロスプレー。どうですか、この今、茂山金太郎の。それがなこっちゃ誰や。俺です。あ僕ですね。まあでもね、勝負かけないとね、はい、そうですね、1点かける試合だから。1点の試合かなと思ったんで。強豪チーム。そうですね。なので。ただね、佐藤が今日絶好調だったんで、あ、もう相手を寄せつけないって言ったらいいんですかね。ああ、いいと思うよ。そういう感じですね。はい。ということで、もう、ノーヒットです。ノーヒットで今、お互い様、はい、いや、時元が1本打ってるんで、相手は今ノーヒット、投手戦だね、完全に投手戦に入っております。だからね、ちょっと見応えがないんですよ。そう、はい、あ、でもこれはこれでね、面白いかもしれないです。はい、でもいいと思うよ、ピッチャーが頑張っていただいてるんで。そうですね、そうですね、ピッチャーが頑張ってくれてるんでね。ということで3回になります。さあ、ここでチープエンジンを、わあ、なんか白がいい顔してんな。そうですね、ニヤニヤしてますけど、どうですか、この。いやー、いいんじゃないかな。お、今日は新メンバー、新メンバーの成田が来てます。おお、なかなか来ないやつだな。幽霊部員ってやつ。幽霊部員なのか。はい、ということでね、掛け声をね、言っていただいて、はい、で、柏木です。柏木ね、はい、なんかボテボテが多いな、今日。柏木ね、そう、ボテボテが今日多いですね。いや、全員全員ですね、うん、全員、うん、俺がいなかったのかな、ブルさんはね、今日は。あっと、ここ白が、これ見逃し三振。どうですか。まあしょうがないか。そうですね、うん、初日初回ね、最初ですからね。1年ん半年ぶり、半年ぶりか。そうですね、そうだね、半年ぶりなんでね、まあ、しょうがないよ。で、相手も強いし、相手もおっと、ここで先頭にフォアボールを与えてる。おお、じゃあ久しぶりじゃない、先頭フォアボール。そうですね、さっさとここを守れるか。ワンアウトランナー、あ、ノーアウトランナー一塁。バッター、あ、うまく打った。そしてライトフライですね。ライトは誰ですか。ライトは萩野です。ああ、よく見えてますね。そうですね、安定してますね。カメラの角度が難しいですね。よくわからない。さあ、ここで青木が見せつけますが、これが冒頭に、あれじゃない、青木も久しぶりのマスクじゃない。そうですね、確かに。そうですね、肩か肘を痛めてたね。肩が痛いかなんかで、
復活でいいですかね。いいですよ。藤沢の海で海で直してもらって、そうそう藤沢の海でねケアしてもらった。あ、よかった、よかった。で今復活したということで、それはありがたい。いや、青木の元気な姿が見れたということで ね今日の収穫なんじゃないですかね。そうだね。はい、4回になります。さあここもねエンジン入れていきましょう。成田がね、何を喋るんでしょう。ちょっとヌトバ狙ってんじゃないかこいつ。ヌトバっぽいですね。ちょっとヌトバいい子で喋ってるのかな。ちょっと声聞こえてこないけど、これ声が悪いのかな。これは本編を楽しみにして。おー、なんかまとまった感があったんじゃないですか今。ここから行くんじゃない。さあ時元、さすがだなこいつ。どんな休んでも芯に当たる男だ ね。ただこれはねセンター正面ということでセンターくらい、まあでもいい感じじゃないかな。そうですね、今シーズンに入る前に。はい、ということで4番青木が見逃し三振。おっと、これ青木もねあんまり態度、あっと、ここで萩野、これちょっとゆっくりじっくりね。あ、ネットの前の方がいいんじゃないかなカメラマン。そうですね。そう、はい、ということで萩野が2アウトから、おお、ピッチャーいい球を掘ってる。行こうよ。いや、ピッチャー良かったっすよ。行こう理事長。うん、手も足も出ないってやつかな。まあここ期待ですよ。ここ期待です。はい、おっと萩野が見ていいっすね。萩野、うん、変なかぶり空振りしてないから。そうっすね、期待、大いに期待できる。ちゃんと見えてるというか、うん、はい、萩野も痩せたんじゃないかな。これでいいですか。うん、ちょっと締まったんじゃないかなと思ってるんです。まあ言われてみればそうかもしれないですね。うん、そう、カメラ越しでしか見てないけど。あ、おっと、これが実はタイムリーじゃないですね。これはツーベース。いや素晴らしい、やっぱりね。おっと、ほら萩野がツーベースですね。どうですか今の萩野バッティング。いや、いいと思いますよ。こんないいピッチャーに対してちゃんとボール見極めての。さあここで成田の代打。お、さっきまでエンジンやってた成田の代打です。44番2人いますね。うせえ。今、おお、捉えたが、ノンパか。ノンパー、もう一人足りず。ただね、まあ、ね、いい攻めができてますね。ツーアウトからランナー2塁で。さあ成田にねコメントをいただきましょう。オッケー、ナイスバッテー。どうだった、どうだった。いや、恐縮です。はい、ということでね、言ってるんですよね。はい、本番の楽しみか。はい、ということで、おっと、まだ佐藤が粘りのピッチングですね。あ、佐藤まだ投げてる。あ、そうか、ピッチャーいないんだ。今日ピッチャーいないんですよ。おっと、2者連続三振。すごいね。いや、すごいっすよ、彼は鉄人ですね。さあここも当てただけ、ファーストゴロということで3アウトチェンジ。また0対0が続きます。やっぱ投手戦っていいですね。いいですね、ちょっと緊張感がね、どっちに行ってもおかしくない。はい、ということで5回になります。バッターは佐藤翔太郎。お、翔太郎か。はい、うーん、合わせた感じだね。そうですね、まだね本来のバッティング。おっと、これはアウトになります。年取ってきたな。あれ佐藤も年をキレがないな。キレがないですか。うん、キレがないな。さあここ一番キレてる男が打席に入ります。ボディビルダー目指してる。ボディビルダー目指してる。おお、触れてますね。一番触れてる。触れてる、触れてる。そしてチャンスメイク。おお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 お。暴走してんじゃないかこれ。これはどうなったんだ。多分チャンスになってますね。ああ、でバッターは柏木。柏木。おっと、これ上げてしまった。柏木も決めてないな。柏木はイムロにねトレーニングを教わってください。あ、まだ始まってないの。まだ始まってないです。日本が近くにいるにも関わらず。そうですね、まだ始まってないんでね。いやー、そこは期待してほしいな。さあバッター白。あっと、これ引っ掛けたセカンド。おっと、ランナー三塁だったんですよ、うん、で今フライとセカンドゴロということで、うん、チャンスを生かしてない。そしてバッターが、あ、当たってる男じゃない、斉藤隼人じゃないですか。斉藤か、ちょっと萩野に見えちゃった。あ、それは失礼ですよ。いやー、痩せたからかな萩野。それは失礼なんじゃないですか。ちょっと締まったから。あ、でもこなしの投げ方はやっぱり斉藤隼人ですね。でも振り子打法ですね。やっぱり切れてないな。切れないな。ちょっと練習入れた方がいいんじゃないかなと思って。そうですね、そろそろ入れましょうか。素晴らしい施設ができたこともあるし。そうですね、そこでちょっとね、ちょっとみんな500円ずつ集めてさ。そうですね、うん、やりましょう。はい、ということでもうそろそろね最終回に。でもお互い様ですね。そうですね、みんなやっぱりこう、はい、シーズン前の緊張感というか。そうですね、ちょうどね、うん、シーズン前なんでね。で僕らももうあと来週には初戦が。そうか、はい、
ようやく始まる、ようやく市の大会の初戦が始まるんで、待ちに待った、待ちに待ちましたね。ねはい、もうだって半年ぶりですかね。もうどうですか、疲弊してしょうがなかったもんね、はい、やりたくてしょうがなかった、野球が。そう、なるほど、もうね、天気も良くなってきたしな。そうですね、野球日和になってきたんで。どんな大会だったっけ、はい、横浜市のですね、あ、横浜市か、東日本軟式大会ですね。ああ、はい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 、はい、去年一応優勝してますんで。ああ、じゃあ、はい、その連覇をかけて、連覇を目指しての大会になります。はい、はい、ここも佐藤を抑える。いやー、最終戦だね。そうですね、あ、まだ最終回じゃないんだ。はい、次が6回です。あ、6回か、6回ですね。そっか、試合展開早かったんでね、ま、ああ、そういうことね。はい、さあ、時元、あー、ね、おー、当たってますね。いや、この男に来たいんじゃないかな、今年は。確かにこの男ですね、来てもらえればだけど。いや、来ないっすもんね。あ、よくないです。大学どこだ。先週、いや、先週ですね、事務局と一緒か。そうですね、ちょっともうちょっとしっかりしてんのかなと思って、事務局見てたらもうちょっとしっかりしてるのかなと思ったら、そうですね、まあ、時はちょっとイレギュラーですね。イレギュラー、はい、あれは問題、センス系はちょっと、そうですね、ちょっとプライドがある、プライドがあるんでね。じゃあしょうがないな。はい、さあ、6回の表、最後のクーニーズの攻撃になります。ここでファーボールか、ファーボール、セント打者。うーん、佐藤もね、一人でここまで投げてくれてるんで、ね、久しぶりだから、はい、いや、本当ですよ、半年ぶりで7回投げてくれてるんで。相手も7回、相手も7回です。あ、ピッチャー一人で、途中で 3,4 回で変わってますね。いいね、向こうは、ね、そう、系統系統なんで。で、これファーストゴロで、うん、ですね。はい、ということで佐藤粘りのピッチング。いや、しかし素晴らしいね。はい、でもまあね、春からは佐藤一人じゃなくね、もう 2,3 人若い子が入ってくるんで、うん、欲しいね、あの10代入ってきますから、うん、入ってきて、はい、あとは来てほしいね。そうですね、ね、そう、入るだけじゃダメなんですよ、辛いよ。そうなんですよね、うん、幽霊部員じゃダメなんでね。そうだね、はい、という、今もしこの動画聞いてたら頼むぞ。そうですね、でも新しく入ってくれる子には強制的にチャンネル登録もさせるんで。ああ、そう、強制は良くない、良いのなんだよ。うん、ダメですか、そこはチャンネル登録ハラしちゃってますね。そうそう、はい、もう今の時代は良くないですね。じゃあ自然とチャンネル登録をさせる、そう、優しくね。そうですね、最終回に入ります。7回いたんだ。そうなんですよ。さあ、バッターは先ほどの成田、これがヒット、センター前ヒットに。この子は持ってない。成田いいですね、うん、なんで来ないのかっていうのはちょっと。そうですね、ただ成田ここで盗塁も仕掛けるんです。しかしセーフ。こういう選手よ。ただこれはそ う, う, う選手よ。ただこれサインミスなんです。サインミス、サインを出してたんですけど、盗塁のサインじゃないのに盗塁しちゃったんですよ。はい、だから結果的にセーフになったんですけど、アウトだったらもう。チップってサインあるの？チップ一応あります。あ、あるんだ。はい、その日に、その日にあるかないか。今年は違う。今年はどうします？行こうぜ。やりましょう、走るやつ、はい、ということで、試合終了になります。いや、まあ、どうでした？一発目にしては良かったんじゃないか。そうですね、シーズン前を迎えてボロボロじゃなかったんで、ね、そうですね、エラーがなかったですもんね。そういえばないね。そう、エラーはなかったんで。じゃあ今年チープは守備のチーム、守備のチームかな、うん、なが、でもそれがね、勝利につながるポイントですからね。そう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 、そう、はい、ということで今日の動画は以上になります。はい、はい、平田さん、試合の総括お願いします。そうですね、今日はまあお互い一発目なのかちょっとわからないですけど、チープとしては一発目で、はい、そしてよく粘ったピッチングと、はい、打者のキレのなさに、はい、まあ、もうちょっとあのシーズン始まるところで頑張っていただきたいと思います。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。